写真拡大。阪神は29日、兵庫西宮市にある甲子園球場で投手指名練習を行った。30日からの中日戦、甲子園に先発予定のオネルキ・ガルシア投手、29ら、先発5投手が参加。翌31日の同育沢は青柳昭弘投手、25。8月1日の同育沢には、藤波進太郎投手、25が先発する予定。右腕はこの日から練習に合流した。今週は中日、広島との6連戦、甲子園、松田。チームは勝ち越したものの、28日の巨人戦、東京ドームに敗れ、自力優勝の可能性が再消滅している。現在、首位とは 8.5 ゲーム差の4位。残り48試合、まずは A クラス浮上に向けて、負けられない戦いが続く。初戦に先発するガルシアは、キャッチボールや短いダッシュなどで入念に調整した。前回15日の対戦、名古屋ドームでは、古巣相手に6回2失点の連投。2度目の対戦に向けて、まだ甲子園で勝てていない。カードの頭出し、しっかり取れるように頑張るよと、本拠地初勝利を狙ってチームの勝利を誓った。